学部人気の学部に定員の50倍の学生が集まった文系ほとんどの大学では文系に女子が多い理系。 科学が好きなので理系に進んだ学科私は外国語学部の日本語学科で勉強している専攻 大学で何を専攻するかよく考えて受験する。前期明日から前期の試験が始まる学費この大学の学費は あまり高くない。奨学金。今年から奨学金がもらえることになった。公立。高校まで公立の学校に通っていた。 私立、東京には有名な私立大学がたくさんある教授、法学部の田中教授はとても有名な人だ講義。 鈴木教授の講義は学生に大人気だ。偉い。この大学には偉い教授が多い。ゼミ。どのゼミを選ぶかまだ考えている。 テーマ論文のテーマを来週までに決めなければいけない手続き入学の手続きは金曜日までにしなければならない日付。 レポートに日付を書いてください。筆者この筆者の本は、私にはとても役に立つ。内容レポートの内容はいいが、枚数が足りない。 まとめる考えをまとめて発表してください仕上げる卒業論文を1週間で仕上げた提出締め切りまでに レポートを提出しなければ進路大学卒業後の進路について親に相談した「大学院」「私は大学院で 研究をしたいと思っている進学大学院進学のための準備をする一人暮らし一人暮らしは楽しいが時々寂しくなる アルバイト来月からアルバイトを減らすことにした時給今のバイトの時給は悪くない「寮<量>大学の寮が空いていれば ぜひ入りたい休学海外留学するために2年間休学することにした退学経済的な理由で退学した。 学部人気の学部に定員の50倍の学生が集まった文系ほとんどの大学では文系に女子が多い理系。 科学が好きなので理系に進んだ学科私は外国語学部の日本語学科で勉強している専攻 大学で何を専攻するか、よく考えて受験する。前期明日から前期の試験が始まる。学費この大学の学費は、 あまり高くない奨学金今年から奨学金がもらえることになった公立高校まで公立の学校に通っていた 私立東京には有名な私立大学がたくさんある教授法学部の田中教授はとても有名な人だ講義。 鈴木教授の講義は学生に大人気だ偉いこの大学には偉い教授が多いゼミどのゼミを選ぶかまだ考えている テーマ論文のテーマを来週までに決めなければいけない手続き入学の手続きは金曜日までにしなければならない日付。 レポートに日付を書いてください筆者この筆者の本は私にはとても役に立つ内容レポートの内容はいいが枚数が足りない まとめる考えをまとめて発表してください。「仕上げる」「卒業論文を1週間で仕上げた」「提出」「締め切りまでに レポートを提出しなければ進路大学卒業後の進路について親に相談した「大学院」「私は大学院で 研究をしたいと思っている進学大学院進学のための準備をする一人暮らし一人暮らしは楽しいが時々寂しくなる アルバイト来月からアルバイトを減らすことにした時給今のバイトの時給は悪くない寮<量>大学の寮が空いていれば ぜひ入りたい。休学海外留学するために2年間休学することにした。退学経済的な理由で退学した。